はい、YouTube を見てですね、あやまかしの真剣の方に来ていただいたんですけれども、もともとですね、相当髪の毛が太くて、相当強いくせ毛だったんですね。で、そのくせ毛をですね、はやまかしのフラットリートメントっていうので抑えてくせ毛カットをした状態です。まあ、今までのサロンでは、矯正かけたりとかした時にですね、約7時間ぐらい、かかったみたいです。で、今回の手術に関しては、フラットリートメントとカットで、2時間以内に収まっております。で、時間の方でもかなり、びっくりされたんですが、仕上がりもかなり喜んでいただきました。まあ、やはりですね、カットだけでくせ毛を収めるっていうのはくせ毛カットでなんとかできるんですが、やはりですね、お客様の、まあ、翌日からのケアっていうのを考えると、まあ、他の部分もね必要かと思います。カットだけでやるっていうよりも他の部分をやって、よりお客さんがやりやすい状態を短時間で作っていくっていうのが、まあ、僕は考えてることですので、まあ、なるべくですね、無駄な時間をかけず、まあ、大体2時間から3時間ぐらいあれば全てのメニューは大体できるかなという感じで考えております。今回のね、お客様の方も相当喜んでいただいて、本当に僕も嬉しいという感じです。はい、これからも、くせ毛の方の、新規のですね、方の声を、実際に、今日初めてこういうふうに発信していきたいと思います。で、今回は、ヘアリーシザーの、使ってですね、ちょっとやっていきました。はい、次にですね、大バルタン、それから小バルタンですね、それからペンシルシザーをちょっと使って、今回はちょっとやってみました。つなげるのにですね、アールツセニングで全体のつながりを作っていますね。そのような感じで、ヘアリシザーを使って仕上げてみました。はい、だいぶですね、輸入しろの重さがどうしてもですね、美容師さんの方取ってくれないということで、今回はちょっと重さを取ってみました。でもここで本当変わると思う。そうすることによって立った時のバランス、0.5 等身ぐらいですね、身長が高く見える、で、小顔効果が出せる、そういうところを中心的に気をつけてやってみました。それでちょっと乗り切ってもらって、また大変だったら、はい、また来ます。ちょっとぜひ、いいですか？また来ます。ありがとうございます。すいません。伸びるの早いんで、多分近々、あー、そうです。近々また来ると思います。ありがとうございます。